えー、中学2年の息子は学習障害です。中3を迎えるにあたり、担当医から普通学校の高校に行くのも可能だと思うが、就職支援のことを考えると、支援学校に進学した方が就職先を手厚く見てもらいます。でもその場合は、就害者手帳が必要ですと言われましたが、やはり手帳をもらって支援学校に行った方がメリットが高いでしょうか。えっと、学習障害がどのレベルなのかをきちんと把握してください。 その本当にあの全く勉強できないタイプなのかあの集中力がなくてできないだけなのかもしくはその数学はできるけど国語は全くダメとかなのかそのどういうタイプの学習障害なのかっていうのをきちんと見分けた方がいいと思うんですよね。一回その支援学級みたいなとこ行っちゃうとあのまともな学習をする頭を使う仕事はほぼ不可能になると思ってください。であの国語は全然できないけど数学だけ異常にできる子供ってたまにいるんですよね。 では、その、あの、まあ、ある自閉症の子とかで、その数学的なセンスはすげえあるんだけど、コミュニケーション能力ゼロですみたいな。で、そのタイプの子って、実は、その、じゃあ、あのプログラムとかやらせてみると結構優秀みたいな。 でもあの言葉しゃべれないから基本的にはそのメールとのやり取りぐらいしかできないよねみたいなタイプもいるんですけどなのでそのどういうタイプの学習障害かっていうのをちゃんと見極めた上でそのあのもし普通に働くことが可能なスキルが残ってるタイプの学習障害であればそれはちゃんと普通学級に行かせて食えるようにした方がいいと思うんですよね。なのでちょっとあのお子さんがどういうタイプの障害なのかをきちんと把握した方がいいんじゃないかなと思います。